全くとんでもないアナウンサーがいたもんだ。そこら辺のアイドルより可愛いやんけ。国母監督と不倫したんだっけ。即レボンバー。国母は悪くない。違うところにしか目がいかない。これならしゃあない。仕事とかでミスっても許されるわな。なんという破壊力。わしづかみ不可避。これはしゃあない。ぐうらやましい。優勝してビールかけの後の特番で堂々とインタビューしてた。漫画みたい。これなら家庭を捨てても悔いはないレベル。即ボン。他の選手も血走った目で狙ってたやろな。